椿缶桜は桜の園芸品種の一つである。缶肥桜、または缶桜と絡み桜の雑誌と考えられている。原木は愛媛県松山市や井町の井をつび古いのち神社にある。密集して次々と花をつけ、かつ散りにくいためかきは長く、満開時には華麗な姿を楽しむことができる。松山市をはじめ愛媛県で広く栽培されているほか、 愛媛県外にも広がっている。別名初美人。愛媛県松山市周辺は独特の桜の品種が多いことで知られているが、本品種は1902年頃に台湾から松山市に持ち込まれた寒日桜と1909年頃に上海から持ち込まれたカラミ桜の間の自然交雑で生じた主観雑誌と考えられている。ただし、 ク桜とザク桜の雑種であるとする説もある。愛媛県松山市の伊予津美古いのち神社の山と横で、地元の植物研究家、八木主芸和によって発見された。1963年に、著書、伊予の桜図譜で報告され、1967年に、記載された。椿ク桜の名は、伊予津美古いのち神社の通称、椿宮、椿神社にちなむ。 原木は、その後境内に移植されている。初美人とも呼ばれる。落葉性のお高木で、樹形は、傘状。絡み桜の系統を引く品種に多く見られる特徴で、あるが、樹幹から気根を生じる。つぼみは紅色で、花は2月中旬から3月上旬にかけて開花する。花樹は、三形状で、通常は弓毛をつけるが、4から6毛のこともある。 五弁の一重咲きで、家径は2.5から3.0センチメートル。花色は強い紅色から高四色、または淡紅色。香りはないが、密集して花をつけ、つぼみが次々とできて、かつ散りにくいためかきは長く、満開時には華麗な姿を楽しむことができる。花弁は5枚で、長さは約1.2センチメートル。形状は楕円形、または卵型であり、 花弁の先端には切れ込みが入る。花弁は内側に曲がり、花全体としてはやや杯状になるのが特徴である。学頭は無毛の杯状をしており、先端が開く。長さは約4ミリメートル。学片は三角形で円毛がある。ストは約1から2ミリメートルである。花柄は約7ミリメートル。小花柄は約6から10ミリメートルで、共に 少数の毛があるため、他のカンザクラ類の栽培品種と区別できる。不燃性のため、果実はできない。葉は卵形、または等卵型で、長さ約 10cm、幅5.0から 5.5cm まで成長する。基部は円形、巨子は重巨子で、先端は栄線形。表は光沢のある暗緑色で、裏は単緑色である。 洋平は5から8ミリメートルである。松山市をはじめ愛媛県では広く栽培されているほか、県外にも広がっているが、東京周辺では珍しい。前述の通り不燃性であることから、継ぎ木によって広められている。ありがとうございます。